はい、速稼塾の久保です。今回のメンバーシップ情報は儲かる話ではありません、まあ、ですので今回の情報を当てにして390円月額会員費を払って入会しても儲かることはありません。ですんでね、興味がある方だけがこの情報を掴んでいただければと思います。で、タイトルにもある通り、アラフォー・アラフィフからでもモテてしょうがない、そんなね、まあ、アプリの紹介です。アプリですね、出会い系アプリです。これはね、多くの方知らないところだと思います、女性会員の登録数が7割、男性が3割というバランスです。で、女性は20代が圧倒的に多くって、男性は、まあ、若い方もいらっしゃるんですけども、人気なのは40代以上の方ですね。40代から50代が、まあ、コアラインです、まあ、ですんで今ね、40歳半ばとか50歳半ばの方が、まあ、彼女を見つけたいなとかね、まあ、ちょっとした遊び相手見つけたいなとか、真剣に交際したいなと思っていて、その相手の年齢を20代というふうに限定するんだったら、もしくは30代前半と限定するんだったら、かなり使えるアプリになりますね。結構これはモテるんですよ。で、そういう属性の方が寄ってきてますから、そこにさらに確実にいろんな方から申し込みが来るような、まあ、テクニックをね、お付けしてメンバーシップの方で紹介したいと思います。まあ、私が使ってるわけではありません。私が使ったらね、とんでもないことになりますんで。ただね、こういうの私見つけるの上手なんですよ、うん、見つけて、しかも私もうちょっと若かったらね、結婚してなかったら使ってると思います。でも今は全く出会い系サイト込みで使ってません。リサーチのためとかアフィリエイトのために使うことはあります。ただ自分が利用するためには全く使えませんし、当然ですけども出会い系サイトを通じて女性と出会うことはありません。連絡のやり取りもしてません、まあ、それだけはね、はっきりと申し上げておきます。でもですね、特に問題がなくって、40代50代で20代の女の子にモテたいなとかね、20代の女の子とお付き合いしたいなと、パパ活したいなって方でも OK です。そういう方はメンバーシップの方を覗いてみてもいいんじゃないでしょうか。でもね、やっぱりこう女性を大切に、そして女性を泣かせることがないように使っていただきたいと思いますので、真剣交際に限ると私から申し上げておきます。ただこのアプリ自体が真剣交際だけを目的としたもんじゃないんで、使い方は基本的に自由でございます。そして女性はですね、注意喚起の意味を持ってこのアプリの存在を知っていただきたいと思いますので、そういう方はね、防衛策として、まあ、メンバーシップちょっと覗いてもいいんじゃないかなと思います。そしてですね、これはね、自分で利用するというよりも知らせることによってね、多くのファンを獲得していただきたいなと思いますので、皆様のメールマガジンの記事とか、それから YouTube のネタとか、情報発信の素材としてこの情報倉庫をご利用いただければと思います。月額会員390円で、そしてですね、もう1回こっきり1ヶ月で退会してもいいよっていう形になってますので、どうぞご利用くださいませ。それでは。